皆さん、こんにちは。さまざまな問題が噴出しながらも、なんとか閉幕となった今回のパリオリンピック。主に開催国であるフランスに対して、多くの問題点が指摘されていましたが、そんな中、日本の隣国である韓国で、また違った問題が露呈しました。それが、今回のパリオリンピックのバドミントン女子シングルスで金メダルを獲得したアン・セヨン選手が暴露した韓国バドミントン協会の選手管理問題です。さらにこの暴露に加えて、アン・セヨン選手は今月開催される国際大会への不参加の意思を明らかにしています。そこで今回はこの暴露された韓国バドミントン協会の問題と活動休止、引退、中国帰化などについて調べましたのでご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。現地時間8月5日に行われたパリオリンピックバドミントン女子シングルス決勝にて、中国のヘ・リン・ジャオ選手を下し金メダルを獲得したアン・セヨン選手、昨年の世界選手権で韓国人初となる優勝を果たした22歳の若きスターがオリンピックで初の金メダルを獲得した瞬間でした。しかしアン・セヨン選手は試合後、韓国バドミントン協会に対して負傷管理及びトレーニング方式、意思決定方式の不合理などを指摘して韓国バドミントン協会への批判を展開。そして13日、バドミントン協会関係者によると、アン・セヨン選手は所属チームであるサムスン生命を通じて、今月参加予定だった国際大会すべての参加を見送る意思を明らかにしたそうです。アン・セヨン選手が不参加を決めた大会は20日の開幕から25日まで行われる世界バドミントン連盟 BWF ワールドツアー日本オープンスーパー750と、27日に開幕予定のコリアオープンスーパー500です。当初は2大会どちらもディフェンディングチャンピオンの資格で出場する予定だったアン・セヨン選手、不参加を決めた理由として挙げたのは膝と足首の負傷でした。まずアン・セヨン選手は昨年10月の杭州アジア競技大会で右膝の負傷で長い間リハビリを行っていました。さらに最近閉幕したパリ五輪を控えて大会開幕直前に足首の筋を負傷。しかしアン・セヨン選手はこれという異常症状なく、オリンピックを完走し女子シングルスにて金メダルを獲得しました。この国際大会不参加の決定にアン・セヨン選手の怪我による長期活動休止の噂や怪我の状態が芳しくなければこのまま引退するのではないかとの声、金メダル以降に出した発言とそれに伴う状況が政治的精神的に影響を及ぼしたのではとの分析が出ています。パリオリンピックで入賞したアン・セヨン選手は7日にインチョン空港に到着、代表チームと共にパリを離れる際、私の立場は韓国に戻ってから全て話すので少しだけ待ってほしいと伝えていたため、空港には多くのメディアとファンが詰めかけましたが、その空港でのインタビューで、私は争う意図はなかった、競技に専念したいという考えを訴えようとし、その思いを理解してほしいということだった、まだ大韓バドミントン協会とは話していない、所属チームとも相談していないので詳しいことは後で話す、もう少し話し合ってから言わなければいけないようだと答えています。金メダリストの試合後の批判によって大きな問題となっている今回の事件、韓国バドミントン協会はこの日の午後、長文の報道資料を出しアン・セヨン選手の主張に反論していました。その双方の内容を紹介します。1、膝の怪我の誤診について、前述した通りアン・セヨン選手は昨年10月杭州アジア競技大会の決勝戦で膝の靭帯を負傷しています。そしてこの怪我の後、5週間のリハビリを経て昨年の11月にまた国際大会に出場、最初の精密検診では2から4週のリハビリが必要という診断結果だったものの、年末の再検診の際には怪我が1度目の診断よりも深刻であると判断されたそうです。アン・セヨン選手はこのことについて、誤診があったことで我慢しながら競技をしリハビリ期間が長くなったと主張。これに対して協会は、治療日程を操り上げるために選手が検診を受けた病院でなく他の病院で判読、診断、治療を進めたことで混乱が生じたようだとしながらも、
病院側は11月の国際大会参加を引き止めたが、選手が出場を強行したと反論しました。2. 専門トレーナー雇用の拒否。アン・セヨン選手は2月より協会が送った専門トレーナーであるハンスジョン氏と共にコンディションを整えました。このハンスジョン氏から半年近く身体的、精神的に多くの支援を受けたそうです。しかし、アン・セヨン選手側の関係者は、五輪の開幕前に大会期間は個人トレーナーを雇用したいという意思を協会に伝えたが、これが実現せず選手が失望したと主張。この主張に協会は、トレーナーのハン氏は昨年7月に採用した6月で契約期間1年を満たしたが、アン選手を支援するためにフランス現地出発直前の先月12日まで契約を延長したとし、協会が五輪終了時まで追加の延長を提案したが、ハン氏が拒否したと釈明しました。 3. 五輪直前での怪我について、こちらも前述の通り、アン・セヨン選手はパリで最後の練習をしながら足首を負傷していました。協会はこの怪我に大韓体育会医務チームの治療、パリ市内の会員診療などを提示したが、選手側の意見を受け入れて、選手が指名した肝医師に連絡を取り、ソウルからパリに急派した1100万ウォン、約120万円ほどの経費を支出したと公表。選手側に黙っておくよう伝えたという一部の報道内容に関連し、協会側は怪我がライバルに露出しないための措置と話しています。これに選手側は、負傷後にまともに治療が行われず、対策の準備を強く促し、後にようやく肝医師を送ったと対応の遅さを指摘しています。 4. フランス行き飛行機でのエコノミー席利用。アン・セヨン選手はフランス移動の前、コンディション管理のためにビジネス席を利用したいと協会に要請。公平性問題を知りながらもこの要請をした理由は、膝の後遺症を考慮してのことだとされています。しかし、協会はこれに応じませんでした。そしてこれに関連して、過去の協会の話題が再浮上しています。この問題とは、2018年に話題になった協会上層部のビジネス席をめぐる問題です。当時、世界選手権大会が開催された中国に向かう際、監督と選手6人がエコノミー席で移動しているのにもかかわらず、選手側の人数を超える役員陣8人がビジネス席を利用して移動し、これに倍の費用がかかったと言われています。体育会は、国際大会を控えても主人公の選手を配慮する雰囲気が依然として定着していないと遺憾を表しました。 5. 国際大会参加を一方的通知。アン・セヨン選手側が、協会が選手と事前協議なく五輪を控えて特定大会への参加または不参加を強要したと批判。これに対し協会は、選手の体の状態を考慮しながらコーチングスタッフが十分に協議して決めたという立場を取っていますが、選手が納得できる説明なく参加の可否かを決定したという点については、特に釈明はありませんでした。 6. コリアハウスでの記者会見への不参加。アン・セヨン選手は慣例を破り、メダル獲得の翌日に行われるコリアハウスでの記者会見に出席しませんでした。この会見を主催した大韓体育会は、選手側から記者会見をするのは難しいという意を明らかにしたと主張しましたが、これに対しアン・セヨン選手は、待つように言われたので私としてはどうすることもできな状況だったと答えています。この返答に協会は、関連状況は知らないとし、キムテクギュ大韓バドミントン協会長は、私もアン・セヨンが記者会見場に出てこないのでおかしいと思ったと話しました。 7. 国家代表脱退後に独自での活動。アン・セヨン選手は表彰式の直後、この瞬間を最後に代表チームとこのまま行くのは難しいのではないかと考えたと話していました。アン・セヨン選手側の関係者は、協会と代表チームに失望したアン・セヨンが今後個人の資格で国際大会に参加する考えを持っている、必要な場合法的闘争も辞さない考えと述べたことに対し、協会は、関連規定がまともに守られない場合、協会は代表チームの運営に相当な悩みを抱えることになるはずとし、遠回しに不可の立場を取っています。オリンピックを終えて起こったメダリストと協会の問題、韓国バドミントン協会には過去すでに疑問の残る行動が見られてきたためか、
擁護の意見はそれほど強くないように見えます。今後も様々な検証や応対が行われるであろうこの問題は、果たしてどのような着地を見せるのでしょうか。最後に、中国への帰化の話題をご紹介します。このように、良くない方向で話題になっている韓国バドミントン界、この話題が世界で話題になる中、中国ネットユーザーがこの状況を扱った関連記事を共有し、渦中のアン・セヨン選手へ向けて、中国帰化が良い選択になるとの反応を見せています。11日のウェイボーなどの中国 SNS では、アン・セヨン選手に関する内容の投稿が広がっています。その勢いは凄まじく、中国最大ポータルのバイドゥでは、アン・セヨンがバドミントン協会を砲撃したというキーワードが人気検索語上位に入ったほど、中国ネットユーザーは、林光順、中国に帰化したショートトラック選手、イム・ヒョジュンと話してみるのはどうか、中国はレベルが高い選手を歓迎する、中国代表チームに合流するべき、アン・セヨンを早く帰化させよう、などとコメントしています。これに先立ち、イギフン大韓体育会会長は9日、CBS ラジオ番組、キム・ヒョンジョンのニュースショーに出演し、アン・セヨン選手が協会との不和で、外国に帰化するかもしれないという懸念について、あまりにも飛躍的だとし、五輪期間中に話すにはあまりにも不適切だと一蹴しています。世界ランクで1位を取るほどの優秀な選手が、国内の協会の活動によって不利益を被っているのであれば、もしかすると、こういった行為に走る可能性もあるのかもしれません。いかがでしたか？今回は、パリ五輪バドミントン女子シングルスにて、金メダルを獲得したアン・セヨン選手についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。